2020年度合格目標入門講座山村クラス受講者柏崎亮と申します。私は今、えっ、ー、と、大学で法学部の学生をしておりまして、どうにか在学中に合格をすることができたということになっています。私はまず、大学進学を考えるにあたって、えー、現在、父親が司法書士なので、えっ、ー、と、その父親の司法、司法書士である父親を見直したことをきっかけに、 えー法、法律職に興味を持ちまして、学部に進学いたしました。で、やっぱり弁護士の話なんかを聞くことがすごく多かったんですけれども、司法書士への興味が途切れず、で、大学1年生の夏から、独学で司法書士の勉強を始めました。まあ、大学2年生で1回ちゃんと受験したんですけれども、正直、当時もまあ、あんまり受かるだろうと思ってはおらず、案の定といってはなんですけども、惨敗という結果で終わってしまいました。 でもそういう経験をしたんですけれども、それでもなお司法書士になりたいなと思えたので、評判とかチラシを拝見いたしまして、受験指導校として伊藤塾を選択して入門講座を受講するに至りました。というわけで、結局独学を経験した上ではあったんですけれども、ここからが本番、受験生活本番ということになりました。さて、入門講座なんですけれども、 私、独学を一度経験しておりますので、独学を経た人間として受講してよかったなと思うところを挙げさせていただきます。いくつもあったんですけども、ここでは2点ほどピックアップさせていただきます。まず、山村クラスにおいて、というか限った話ではないんですけれども、テキストの中に知識がすごく効果的に体系化されてます。やっぱり、独学が難しい理由の一つとして、 重要なポイントだとか、必要なポイントっていうのがすごくわかりにくいんですね。これを見極めるにも知識が必要なので。で、一方、入門講座を受講したときに、例えば、えっと、会社法っていう法律がありまして、この法律の中では、すごく概念が多いんですけども、それぞれがすごい似通ってる場合があるんですね。で、それを、 全体像を把握するのがすごく大変なので、そこで役に立つのが今回の伊藤塾のテキストですごく比較整理された表がたくさん掲載されていました。で、そこにさらにですね、講義で情報が補足されるわけです。一方で集約もされていきます。で、もう一個付け足すと、えー、講義と並行して我々自分たちで問題演習をしていくわけなんですけども、 それを通して、そこで得られた情報をテキストに一元化していくんですね。そうすると、結果として、本当に必要なポイントに情報が集約された合格のために必要なテキストが出来上がりました。こういうですね、えっと、テキストがあって、講座があって、問題演習があってっていう一連の流れがきれいに想定されているのが入門講座の特徴かなというふうに感じます。では、2点目。 考え方やテクニックっていうのを知ることができます。まあ、どういうのを指すかっていうと、過去問に手をつけるタイミングとか、モチベーションを維持するための気の持ちをみたいな話ですね。で独学の時って、受験生活全体を、えー、見通した上での適切なスケジューリングっていうのがすごく、うん、正直できていませんでした。やっぱり知識がこれも必要なんですね。 で、この点をプロの経験とか分析っていうので手助けしてくれたのが入門講座かなというふうに思います。で、そう、テクニック的な面はもちろんなんですけど、まだ結構お世話になった点がありまして、例えば、直前期って、えっ、ー、と、勉強が単純に忙しいのもありますし、あと、模試とかもあるので、結構気持ちがアップダウンしがちなんです。ただ、それやってしまうとちょっとあんまり良くないので、そうなりすぎないための対処。 とかそういうのを含めて気持ちとかモチベーションの面のサポートをしてくださったのが入門講座でした。で、その講座を受講してよかったなというふうに思っています、はい。で、そんな山村クラスなんですけれども、山村講師はですね、入門講座が終わる最後の講義で、誰よりも受かりたいと願ってくださいというような旨をですね、お話ししてくださったんです。まあ他にもね、印象的な言葉っていくつもあったんですけれども、 特に、その直前期を走り抜けるにあたって、受講生にとって必要なことっていうのは、当然、あの、今までやってきた問題を含めて、演習を繰り返し続ける、可能な限りやるっていうのはもちろん大事なんですけども、それとは別に、さらに言えば、それを続けるためのエネルギーとか、そういうのも必要なんですよ。だから、応援とか言葉っていうのが絶対に必要になってくるんですね。実際に勉強してる方はすごく実感してくださると思うんですけれども、そんなときに、 あの、長い間講座でお世話になって山村講師から受ける言葉っていうのはすごく心に響くのかなというふうに思います。ちなみにちょっと恥ずかしいんですけども、私の場合は、その、誰よりも受かりたいと願うっていう言葉をえっとメモして、勉強机の前に壁があるんですけども、そこにペット貼って直前期走り抜けていました。さて、えっと、講座に話しては、感じてはこのぐらいにしておいて、私自身の工夫した点をお話しさせていただこうと思って、 んですけれども正直私はそんなに大掛かりな工夫をした方ではなくて、まあ、基本的には伊藤塾の指導に従うのがいいと思います。まあ、一応ね、あの、こういう場ですので、自分のことを話させていただくと、もしを活用することを特に意識していました。年が明けて少しすると、まあ、数ヶ月ですね、経つと、模擬試験が開催され始めます。これは伊藤塾に限った話だけでもないんですけども、 ここではですね、えっ、ー、と、皆さんやられると思うんですが、試験時間中の時間配分っていうのは絶対に検証しますよね。でも、それだけじゃなくて、前日の、えー、就寝時間から当日の起床時間、そこから時間、えー、試験時間までの過ごし方。さらに言えば、ご飯の内容まで本試験目的として、えー、シミュレーションすることができると思います。 で、そうやって設定、検証を繰り返しておくことで、本試験までにある程度計画を作ることができると思うんですね。で、その計画があることで、ある程度は本試験でも落ち着いて、ルーティン的に行動することができて、安定した成果を出せるようになります。まあ、なんというか、最終的には問題さえ解ければいいんですけども、その環境づくりも自分で行えるので、ぜひ行ってみるといいと思います。 さて、最後になりますが、合格のために大事なこととか、メッセージとかをお伝えさせてください。司法書士試験において、受験勉強において最も大事なことは何かって言われたら、単純に、講座とか、問題集とかを淡々と繰り返すこと。これも皆さんおっしゃってますし、実際にその通りです。残念ながらこれが現実です。なんですけれども、それが皆さん当然のようにできるんだったら、誰も苦労してないわけですよね。 うん、勉強が継続できなくなってしまう時もあると思いますし、私自身も結構何度も直前期含めて何度も心がね、こう折れてしまったタイミングはあったんですけれども、それでも合格をしたいんであれば折れるたんびに持ち直さなきゃいけないわけなんですよ。やっぱり一人で折れてしまうわけですね。一人で勉強しているとで。そうすると一人で立ち直るって難しいのは分かっていただけると思います。それなら外に、外部に助けを求めるのがいいでしょう。 そして、えー、合格体験記とか、例えば講師、講義の中で講師がお話ししてくださる言葉とか、あとカウンセリングっていうのもありますけど、それらはそういう救済、助けとして存在していると思ってます。まあ、私が今話してる話がどのぐらい役に立つのかっていうのは未知数ですけども、それでも必要としてる人に届くコンテンツっていうのは確実に存在します。 きつくても、淡々と続ける努力って確実に必要です。まあそういう試験なので、それなくしてはありえないんです。けれども、続けるのがきついなとか、まずいな、と思ったら、外に助けを求めるっていうこともためらわないでください。では、最後に。私一応大学生なので、大学生の方にもメッセージを送らせてください。まず、大学生の方。 在学中に受験勉強を始めるメリットっていうのはすごく大きいです。まず、私、例えば、試験1ヶ月前を含めて、すごく直前期だったとしても、それなりに急速な時間を取ることができました。趣味をですね、結構欠かすことなくやれたんですね。もちろん平時ほどではないですけども。単純に可処分時間が圧倒的に多いっていう点だけでもメリットがありますし、あともう一点言うとすれば、就職の点でもおそらく利点があります。 在学中に合格できれば、有資格者っていう立ち位置でありながら、新卒採用枠っていうところを利用することができるんですねで。新卒採用枠っていうのはめちゃめちゃ多いので、単純に取ることができる選択肢が多いんです。これだけでも在学中合格には価値があると思います。ぜひ勉強を始めてみてください。 最後に大学生向けの話になってしまって恐縮ではあるんですけども、まあですね、どんな環境にあっても、何があったとしても、最後に、ちゃ最後までちゃんと継続してさえいれば、えー、合格が近づいてきます。継続のためであれば、休息を含め、人に頼るということを含め、えー、できることを惜しまわないでください。以上です。ぜひとも勉強をやめないでください。ありがとうございました。